はい、どうも久保田です。今回は中学3年生国語の読み取りをしたいと思います。今日取り上げるテーマっていうのは俳句の可能性、宇田清子さんの文章を見ていきたいと思います。はい、まず最初に話の中身に入る前に、そもそも俳句って何って言われてみんな馴染みありますか？まあ、人によっては詩とか俳句もしくは短歌っていうのはなんかとっつきづらいなとか古臭いなとかね、正直普通の文章の方が楽だよって思っている人いるんですが、実は俳句っていうのはみんなの生活に強く根付いていると思います。例えば今目の前で、はい自由に文章を作ってくださいって言われたり、はい短歌作ってみてください、じゃあ例えば何か俳句作ってみっていう風に即興で言われたら、おそらくね一番作れるの実は俳句だと思います。なぜかというと575ぐらいは多分知ってるんだよね。だからこんにちは、今日から僕は1年生字余りみたいな感じで適当に言ってもすぐに作れちゃうような文化が日本人に染み付いてるんだよね。でそういうのっていうのは今までね、日本人として生まれてから今までに俳句を勉強したことはなくても俳句に触れたことはあるからなんだよね。一番みんなにとって俳句に触れた経験っていうのは個人的にはちびまる子ちゃんじゃないかなと思います。あの日曜6時からの国民的なアニメっていうのはおそらくみんな1回は見たことあるのね。そこでおじいちゃん友蔵が友蔵心の俳句って言って、何かそのエピソードに合わせたちょっとした俳句を流れるの見たことがあるよね。そんな感じでみんなは自然に実は俳句に親しんでいるから、さっき言ったようにパッと作ってみって言われたら、まあ季語とかはなくても575、つまりこれ無期定型って言うんだけど、この無期定型の俳句を作れるわけ。それぐらい俳句っていうのはみんなに馴染みがある単元だとまず思ってください。興味を示しましょう。はい、そしてその俳句っていうのは今の575というリズムがある以上韻文というジャンルに区分けされます。ここでまず普通の文章が散文っていうことも覚えておいてください。普通の文章っていうのは例えば評論、論説文など説明文だったり、もしくは普通に分厚い小説だったりお話ね、そういう普通の文章は散文と言います。それに対して韻文、韻文とは音に一定のリズムがある文章のことを指します。で例えば短歌575777いや、それをもうちょい簡略した俳句575、まあそのことを定型といって後でもう一度触れますが、こんな感じで一定のリズムやルールがあるような文章を韻文という。まあちなみに詩もね、文字数のルールはありませんが韻文のジャンルに入れてください。実はみんな散文ももちろんねめっちゃ触れてるんだけど、韻文だってみんなはすごい馴染みがあるよね。なんでかというと、例えば好きな歌手の歌詞ですね、歌詞の詩っていう感じはこれではありませんが、でも歌詞だってまあ詳しく言って普通に散文調の歌詞もあるんだけど、詩のような歌詞だって多いよね。ああいう文っていうのははっきりと全ては言わないんだけど、まあ読者聞いてる人に何か想像を膨らませるような文章、それはやっぱり韻文になるわけ。つまりこっちの韻文の世界ってみんなね相当当たり前に触れて生活していると思ってください。昔この短歌の中にレンガっていうジャンルがあるんだけど、ここの上の句を誰かが言ったらそこに集まってるもう一人が即興で下の句を言うの。そして上の句下の句上の句下の句ってもうその場で思いつきでパッと歌を回し合う。これって今流行っているラップのフリースタイルと似てるよね。まあみんなでラップし合うのをサイファーって言うんだけど、それと一緒じゃんってぐらい、この韻文の世界ではそういうリズムや決まり事で遊ぶ文化っていうのは、まあ日本問わずどの国にもあるんです。でその中でも特に短い音数の中で最大限ね、読者が想像を膨らませようとする、文学のことを俳句と言います。というわけで今からこの俳句の簡単な、まあ、ルールね、決まり事や、この区分けですね、その話をしてから中身の俳句を見ていきましょう。はい、というわけでまずは俳句のルールや形式を先に教えたいと思います。まず俳句っていうのは音数が575のリズムが決まっています。575の中だけに収めることによって、言い切れてない部分っていうのは全て読者が、まあ、想像の中で膨らませて解釈できるんだよね。もちろん短歌にもそのような特徴はあるんですが、より短くなったのでより読者の解釈想像力に任せる点が増えていくんだよね。よく日本人っていうのは外国人に比べて何か全てのことをはっきりと言わない、言葉が足らない、何か察する文化があるってよく言われるんだけど、
そりゃ俳句の世界が馴染んでいたら、そういう点も、良くも悪くもあるよね。今回はその良い部分が俳句にどう現れているかの話にもなると思ってください。はい、五七五のこのリズム、決まりのことを定型と言います。定型。で、俳句は基本的にこのルールを守ろうとするんですが、今日やる最後の俳句だけは、この音数、定型を無視しています。ルールを無視した瞬間にそれは自由律俳句というジャンルになるので覚えてください。で、その中に俳句は季節を表す季語があります。その季語がある状態の俳句を有季、そして季語がない俳句のことを無季と言います。そしてさっきの定型と組み合わせて有季定型もしくは無季定型のようにこれら組み合わせて4文字の漢字で言うことがあるのでしっかりと覚えてください。まあ後から詳しくはやっていきたいと思います。そしてこの季語っていうのは、例えば雪っていう漢字を見たらそれは冬ってなんとなくわかるよね。まあわかりやすいのはその場で判断できるんですが、まあこの単語は秋の季語を表すものとして決められているみたいな感じで、あらかじめ決まっているものなので、それらを調べるときにはこの歳時記というものを使います。この歳時記はテストにも非常によく出るので、漢字でもしっかりと覚えてください。まあちなみにさっき言ったような分かりやすい記号じゃない、ちょっと引っかかりそうな記号の話は、今回の講座のラストの部分で補足的に喋ろうと思います。はい、そして俳句には切れ字というものが入っている場合もあります。これは絶対ではありません。まあ、切れ字っていうのが入っていると、そこで一回句が切れます。つまり文みたいなものが一度切れることになります。で、そこに筆者の感動の中心を込めるっていう作用があります。具体的には切れ字っていうのは、この4つを覚えてください。ぞ、や、かな、けり。まあちなみにこれらが入っていなくても句が切れることっていうのはあるんですが、ただし入っていたらまずそこで切れているのは確実です。そしてそこに感動の中心が込められていると覚えてください。まあこの辺っていうのはね、今からやる俳句にも何点か入っているので、あ、切れ字だと思ったら、その句の部分が、まあ感動の中心だと思うようにしてください。というわけで、個別に俳句を見ていこうと思います。はい、というわけで順番に俳句を見ていきたいと思います。一つ目、どの子にも涼しく風の吹く日かなっていうこの飯田理恵太さんの俳句があります。まずはルールとして分かっている部分を炙り出してみましょう。はい、まず季語は涼しになります。ここの涼しですね。これは夏を表す季語なので、例えば春だって秋だって涼しい日あるじゃないかって思うかもしれませんが、これはもう決まっていることなので、あ、涼しは夏を表す季語。つまり季節は夏と判断できるとしてください。そして今回は季語があって五七五の定型が決まっているので、有季定型と言います。4文字で答えなさいって言われたら、この有季定型を書けるようにしてください。それから切れ字を探すと、ここのかなですね、吹く日かなのかなが切れ字になるので、今回はこの部分で感動の中心があると思ってください。はい、というわけでいよいよ中身を見ていくんですが、この俳句の中身、どこがいいとかそういうのっていうのは、今回この宇田清子さんが書かれた鑑賞文をまずは参考にして書いていきたいと思います。この宇田さんが一番目の俳句で一番言いたかったことはここになります。読む人の自由な解釈で補っていい。それが俳句の面白さであるって言いたい。そのためにこの句を紹介したと思ってください。どういうことか言います。まず冒頭の鑑賞文少し引用して読みます。この句には、どのことは誰なのか、風の吹いている場所はどこなのか、現在のことなのか、過去のことなのか、時間は午前なのか、午後なのか、そのような説明が何も書かれていない。その通りですよね。ここに場所なんて書いてません。時なんて書いてません。今ここは岐阜のほにゃららでみたいな場所なんて書いていたら、おそらくこの文字数半分ぐらい使っちゃうんで、そんなことはせずに、それはすべて読者の自由な解釈に任せてるんです。ただし最低限わかる情報もあるので、そこは書いてある通りに読み取りましょう。例えば、どの子にも、この時点で子供が一人じゃなくて複数いることがわかります。はい。そして次にわかることは、どの子にも、このもがついている時点で、例えば A 君は風当たってるけど B 君は風当たってない。みたいな感じで区別があるんじゃなくて、全員平等に分け隔てなく涼しい風が当たっていることになります。
はい、これが最低限分かっている情報になって、どの子にもそういう涼しい風が吹いているという話になります。そこで干渉文を書いた宇田さんは、このどの子にもっていうのは、人によっていろいろ解釈は自由にして良いっていうふうに言って、例えば自分のことでもいいし、校庭の木陰で一緒にくつろいでいる情景でもいいし、小さい頃に時を遡らせて、海辺で遊んだ体験とみなしても良い。自由な解釈ができるっていうことが俳句の面白さだと伝えています。ここでよくテストで出されやすいんですが、ではあなただったらこの句でどういう情景を思い浮かべますかっていうのを記述させる問題はよく出るので、自分でも一つ一例を挙げられるようにしてください。個人的に俺だったらこんなことを思い浮かべます。はい、例えばこんな風にしてみました。個人的にはすごい野球が好きで、特に高校野球がめちゃくちゃ好きなんですが、甲子園で勝った球児と、そして同時に負けた球児が存在します。負けた方はいつも大粒の涙を流すんですが、どちらの球児にも分け隔てなく、涼しい風が吹いてくる。非常に暑い日なので、こういう涼しい風が吹くと何かお疲れ様って言ってあげてるような気分になる。そういう情景を個人的には思い浮かべてみました。みんなならどう書くかっていうネタは一つ持っておいた方がいいと思います。っていう感じで、俳句っていうのは言葉が制限されているがゆえに、自分でどんどん自由な解釈ができるっていう面白さがあります。これって実は大事なことで、例えばね、まあ小説でも絵がついてなかったら、その小説の中身の女の人や男の人、情景などを自分でね、声まで想像して、こんな世界って思い浮かべるよね。それが自分の中のおそらく理想なのね。それがもし映画化されて実写で俳優が当てられた時に、あれなんか違うなって思ったこと何回かあるんですね。まあ時には原作の方がもしかしたら良かったかもって思っちゃうこともゼロじゃないんですが、なんで起こるかっていうと、書いてないがゆえに自分で想像を膨らませることができるからなんです。例えばみんなも漫画読んでて、漫画って声は自分で理想の声当てるよね。それがアニメになった時に、あ、こんな声になったんだって感じで、少しズレを感じたことはあると思います。またはアニメが実写化されたら、うわ、なんか全然違うって思ったこともあるでしょう。そういうのは全て書いてないがゆえに想像できたから起こることだと思ってください。まあちなみに今は失敗例ばっかり言いましたが、どちらも成功する例だってあります。個人的には、まあ俺の高校の有名な卒業生に、小説家の浅井亮さんっていう方がいらっしゃるんですが、その方が書かれた、霧島部活やめるってっていう有名な小説があります。この小説と映画化された実写版は、どちらも非常に素晴らしい映画でした。まあみんな中学生や高校生だったら、どちらを見ても必ずどこか、誰かにはこれ自分みたいだなって思える人物が見つかるはずなので、ぜひともどちらも見てみることをお勧めします。はい、というわけでこれが一つ目の俳句になります。はい、じゃあ次にこの俳句を見てください。幾度も雪の深さを尋ねけり。正岡子規っていうこのね、有名な人なんで名前ぐらい聞いたことあるんじゃないかなと思うんですが、この俳句も五七五の定型で、季語はこの雪なので、もう見たまんまですね、冬を表すことになります。この辺は組み合わせでさっきの句と同じように有機定型になるので覚えておいてください。そして切れ字、さっきはかながあったんですが、今回はこのけりですね。けりがあるので、この部分が、あそこに書いてある感動の中心になると思っておいてください。切れ字はけりになります。はい、というわけでこの句なんですが、まあ一応この言葉の中で知っておいてほしいのは、幾度も。この幾度もっていう言葉の意味が、もし知らなかったら覚えておいてください。何度も何度もという意味になります。だからこれは何度も何度も雪の深さを尋ねている、そんな感じの歌になるんですが、まあこれだけで自由な解釈はもちろんしてもいいんですが、今回この句には、宇田清子さんが、作者がこの句を読んだ時の状況ですね、個人的な状況はこんな状態でしたっていうことを載せているので、それも読んだ上でこの句を読むとまた感じ方が変わってくると思います。それがここですね。子規は病気なんです。重い病気で外の景色を見ることができない状態でこれを歌ったんです。そうするとかなり重みが変わってくるよね。つまり
積雪の様子を人に尋ねることで、ああ今こんな感じで積もったんだなと、今10センチ膝下ぐらいまで来てるんかな、見たいな、でも見れないけどこんな感じなのかなってずっと想像している、そういう歌だと思ってください。はい、その中で感動の中心はここです。尋ねけりのけり、こうやって何回も何回も、雪の傘を俺人に聞いて尋ねているなで、布団に横になりながら式は思っているわけです。その時にどんな思いをしていたかっていうのはもちろん読者が自由に解釈していいです。まあ例えばそれがかなり重い病気で深刻さを出しているんだとすれば、まあ無念の気持ちっていうかな、起き上がりたくても起き上がれないような、その自分の状況に対するまあ悔しさというか、辛さっていうのを表しているかもしれません。はい、こんな感じで外の景色が見たくても見られないような辛さ、無念の気持ちを表しているのかもしれません。もしくは人によってはこういう状況でも案外この状況を楽しんでいるというか、まあ面白おかしく感じちゃっていて、例えば横になっていて今外の様子どうって感じで周りの人に聞いた、で10分ぐらいしたらすぐまた気になってまたどうって言ったらって感じで繰り返してると、あれ俺さっきも聞いたよなって感じでふと自分のやっている行動をおかしく思えちゃったのかもしれません。そういう可能性だって自由に解釈していいんです。はい、こんな感じになります。もしくはどちらも両方含んでいると解釈しても構いません。これらっていうのは本当に自由に解釈していいので、学校でもしテーマとして授業でやったんだとすれば、それがその学校の定期テストで書くべき解釈だと思ってください。はい、そんな感じでこの俳句を書いている作者のその当時のリアルな状況から、読者が想像を膨らませるっていうことも俳句ではあり得ることだと思ってください。はい、というわけでここで簡単な4択問題を解いてみたいと思います。まずは先ほどやった俳句ですね。幾度も雪の深さを尋ねけり、この正岡子規のこの俳句の中で問題が出されたとします。問1、この俳句の本文中の鑑賞文の内容として最も適当なものを選びなさい。まず鑑賞文の中でこれ作者は病気で床に伏している、この状態で外の景色を見たくても見られない、その時の、歌だと言ったので、そこは今回重視して読んでいきましょう。はい、つまりこれは完全に×ですね。登っている最中ではないのでここは×です。はい、い、雪で楽しく遊ぶ子供たちを微笑ましく見守っている。まあこの選択肢もね、自分が病気で寝ている状態で、子供たちを見守っている状況ではないので、ここも、状況的な説明から×だと判断してください。う、今夜は雪が降り積もり帰宅できないかもしれないと心配している、これも外にいる人が家に帰れるか心配で読んだ歌と、取るとこうなるんですが、もちろん作者は病気で寝ています。まあだからね、帰宅できないかもとかこういうシチュエーションが全て×だと思ってください。はい、最後絵ですね。外の雪を見られない幼少の自分をもどかしく感じている。まあもどかしいが全てかって言われたら個人の解釈で多少ブレると思いますが、例えば見たくても見られない悔しい気持ちもあったでしょうし、授業内で言ったような多少ね、何回も聞いちゃうおかしさみたいなものもあったかもしれません。とにかく今回は病床の自分が見たくても見られない、この状況を正しく説明しているのは絵だけになるので、答えは絵になります。はい、じゃあ次にこの句を見てください。飛び箱の尽きて一瞬冬が来る、友岡子規のこの俳句を見ていきたいと思います。まずはルールの部分なんですが、季語はそのままですね。冬っていう言葉を使っているので、季語はそのまま冬です。そして季語がありつつ、五七五の定型を守っているので、有機定型の俳句になります。切れ字はさっきはかなやけりがすぐ見つかったんですが、ここには見当たらないので、切れ字はなしになります。こんな感じで切れ字っていうのは必ずしもあるわけじゃないと思ってください。まあ今回紹介する俳句の中でも、この句が一番みんなにとって、ああ、あるあるって共感できるんじゃないかなと思います。場面は、飛び箱の練習中の瞬間なんです。その一瞬の出来事を、まあ、カメラで捉えたって書いてあるんですが、それぐらい一瞬の出来事を書いているんです。飛び箱の尽きて一瞬。ここが瞬間の動作なんだよね。まあ冬のこの空気が澄み切った体育館の中で、まあ、マットなどを敷いて、おそらく体育の授業中なんでしょう。そこで、飛び箱の尽きて一瞬っていうこのフレーズと冬が来るっていうフレーズは、
一見無関係なものなんですね。本来は全く関係のないものなんですが、これを組み合わせることによって冬のキリッとした季節感を出しているという鑑賞文になります。まあみんなも季節の変わり目を感じるっていうのは、何もじわーっと気づいたら冬だった、あ気づいたらそういえば最近暑いな、もう夏かな、もちろんそれもあるでしょう。でもある瞬間に、あ冬来てんだなって感じで切り替わる瞬間が、例えばこれなんです。踏切台に乗ってジャンプして飛び箱をついたらめちゃくちゃ冷たかったのね。ここでうわ冷たって、ここで初めて思う。まあ冬の寒さで飛び箱のこの上の部分もきっとめちゃくちゃ冷たかったのと思う。そこに手のひらがついた瞬間、あー冷たって思う。まあでももちろんね、それは一瞬のことだからそのまま着地するんでしょう。その後残った手の感触などで、あーもう冬なんだなと感じる、このような情景を思い浮かべることができます。例えばこういうのに似た経験ってみんなもあると思うんだけど、まあ個人的にはね、みんなまだ車を運転しないと思うんだけど、秋から冬ぐらいにかけて車を運転して降りてドアを閉めようとした瞬間ね、その冬の変わり目ぐらいでバチッと静電気が起こるんだよね。もちろん着ている服が、コートだったり、セーターに近いものを着ているからなんだけど、そういうのも含めて、その年初めてバチッと来ると、あ、いよいよ冬が来たなって、個人的に感じます。みんなが共感できるような、一瞬を捉えたこの俳句っていうのは非常に分かりやすいんじゃないかなと思います。ちなみにここでは本来無関係のものと書きましたが、これを時間軸で見るとここ一瞬なんだよね。ここまで本当に一瞬の短い時間軸で、始まっておいて、そしてここの冬、ここから長い冬の始まりなんだよね。冬っていうのは長い時間軸があるよね。ここまでが一瞬の時間軸で、それに対比して長い冬の長短、時間の短さ、長さという点で対比関係を作っているとも見えるので、この辺は自分の自由な解釈をとってください。はい、じゃあここでも4択問題をやりたいと思います。先ほどやった俳句ですね。飛び箱の月て一瞬冬が来る、友岡子規のこの俳句の中で、まあ鑑賞文の中も少し引用するんですが、飛び箱の月て一瞬と冬が来ることは無関係だが、作者の感性はこの2つを1つにすることで初冬のキリッとした季節感を出すことに成功している。はい、そして問題文が、初冬のキリッとした季節感とはどんな感じか、鑑賞文の内容から最も適当なものを選びなさい。今回はもう完全にこのキリッとしたっていうね、このニュアンスがどういうことを表しているのか、一番近いものを選ぶっていう問題になります。このキリッとするっていうのは何も寒さだけじゃない時にも使いますね。何かダラッとしている人がキリッとする、笑っていたりね、嬉しかったりとか、そういう陽気な感じではないですね。かといってもう嫌で嫌でたまらないような苦しい感じでもない、何かちょっとピンと張り詰める感じを意識してください。はい、あ、もう耐えられないという嫌な感じ。まあこんなネガティブな言葉には取れないので、ここは×にしてください。E は正直正解ですね。身の引き締まるような感じ。これはね、キリッとするっていうこの日本語が持つ意味合いも正しく使っていますし、今回の雰囲気にも合致しています。今回 E が正解なんですが、一応 U を見ていきましょう。期待で胸を膨らませる感じ。まあこれも違う話で、例えば入学式の準備で制服を着てキリッとするとかだったらあり得るかもしれないんですが、今回はね、飛び箱の一瞬の出来事を指していて、そのようなまあ未来の明るい感じの話とはまた違うので、今回は×にしてください。はい、頭の中が真っ白になっていく感じ。まあこれはまあ全然違うと思うので、この辺を×にしてください。というわけで今回の答えは E になります。はい、次に4つ目の句を見てください。タンポポのポポと綿毛の立ちにけりっていう、この加藤周村の句になるんですが、もうねこれ読んでください。タンポポのポポと綿毛の立ちにけり、タンポポポポ、この辺ですね。この辺はとにかく声に出して味わう句だと思ってください。ルールのところを見ていくと、季語はタンポポですね。タンポポは、ここ春を表す季語になります。
はい、春ですね。そして季語があって、五七五の定型を守っているので有機定型になります。切れ字はここにけりがあるので、立ち見けりのけりが切れ字で感動の中心だと思ってください。はい、この句はね、もう一言、ここのポポトの面白さに全てがこもっています。タンポポのポポトって感じで、ここでポポが続く感じも含めて何か軽やかなイメージが湧くんですよね。もちろんポポトっていうのは正式にあるような言葉ではないと思うんですが、ここではそういう感じに見えるでしょって感じで使ってるんですね。この綿毛が軽やかにこう立っている、この様子のことをポポトと表しているんです。これは音を表しているわけじゃなくて様子を表しているので擬態語と言います。ちなみに犬がワンワンと鳴くのワンワンっていうのは音を表しているので擬音語と言います。この違いは他の動画で説明しているので見てください。はい、このポポトっていう言い方の軽やかなイメージ、綿毛、このタンポポの白い綿毛って見たことあるよね。ポポと立っているって言われてもそれっぽく見えるよね。今回この歌はまさにそういう日本語の面白さを利用した非常に春のね、陽気な様子や、もしくはこのポポっていう言葉で遊んでいる感じ見えるよね。この言葉遊びのその愉快さまで伝わってくるような非常にユニークな句だと思います。はい、じゃあ最後にこの句を見てください。分け入っても分け入っても青い山、種田三等科の俳句になります。まずこの句っていうのを見た時びっくりするよね。今まで俳句の授業を習ってきたのは何だったんだって感じるよね。個人的に俺もね、中学生の時にこの句を習った時に、てか何でもありかいって感じでちょっと突っ込みたくなるような気持ちになったんです。これはつまりルールで言うと季語はまずありません。これのことを無記俳句と言います。そして一番大事なのは定型五七五のこのリズムを守っているかというと全く無視してるんだよね。これのことを冒頭でも言いました、自由律俳句というので、まあ組み合わせて無記自由律俳句と言ってもいいんですが、この句自体がもうその時点で非常にユニークなんです。まあつまりこのね、種田三等科やその仲間の俳人たちはもうこういうルールに縛られたこういう俳句ばかりって本当にいいの、ともっと自由にしていいんじゃないのって感じで、もうどんどんルールを破っていくんですね。つまりこの自由律俳句っていうのはルールを破るこの面白み自体も当然含んでいると思ってください。時にはルールを超えた先に新しい面白さが存在しているっていうのをこの句自身が示しているように感じます。これはね、どんなジャンルも一緒です。個人的には音楽とかね、若い頃非常に熱心にやっていたんですが、まあ例えば大昔のクラシックみたいな曲ではこの和音、このフレーズの中では何かね、こういう音階を取るのが正しいっていうルールがあるんですね。これをスケールっていうんですが、それを時には逸脱してあれこれちょっと不安に不況に響くような音を使ってでもかっこよく示す。まあ例えばジャズの世界ではわざとスケール外の音を入れることによってその不安と緊張感でかっこよく見せるっていうテクニックが存在するし、もう一番最新のね、例えばヒップホップなんて音楽理論全く無視の人が作ってる曲も多々あります。そういう感じで時にはルールを破ることによって面白さが生まれることもあるんだと思ってください。まあもちろんね、破ればいいってもんじゃなくて元の形式があるからこその面白さだとも同時に思ってください。はい、というわけでこの自由律俳句、もう見た目のインパクトもすごいんですが、この中に入っている表現技法で、まあ、みんなにも覚えてほしい部分っていうのは分け入っても分け入っても繰り返してるよね。これがまずは反復法になります。はい、さらに言うと青い山、この名詞体現で終わってるよね。だからこの句は体現止めの句にもなります。これら2つの表現技法っていうのは俳句特有の世界ではないので、他の詩や普通の散文でもこのような部分を見つけたら表現技法として書いてください。はい、というわけで中身なんですが、もう書いてあるままなんですね。分け入っても分け入っても青い山ばかりあるって、そういう歌なんですが、この作者の書いた当時の状況背景を見るとこんな感じです。まあ作者っていうのはね、この辺はちょっと一応自分でも検索して調べたんですが、もう俳句のさっき言ったようなこういうルールに縛られた俳句から何かもっと新しいものを生み出せないかって感じで非常に悩みながら放浪の旅に出ます。
つまり俳句の道を追求中だったんですね。その時の放浪の旅の中で、まあ山の中をどん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 歩いていく、そのリズムっていうのが分け入っても分け入ってもと反復法によって強調されています。俺の作りたい句っていうのはどんなものなんだって感じで、常に試行錯誤しながら旅をして、そして繰り返し繰り返ししている。つまり今回これは文字通り山の中を歩いているんですが、同時に俳句の世界の何かこの追求しても追求してもまだまだ奥が深く残っているっていう、そういう何か物事を突き詰める時のこの途方もなさも含めた歌だと取ることができます。はい、こんな感じで、追求しても追求しても終わりなき俳句の世界と、そして同時に今自分が山の中をこうゆっくり歩いている。でもね、周りの景色がいつまで経っても青い、緑ばかりだっていう、この景色と掛け合わせているような、俳句だと取ることができます。特にこっちの何か物事を本気で追求しようと思うと必ず感じるようなこと。まあみんなももしかして、例えば野球を追求していたり、ピアノを追求している子だったらわかると思うんだけど、どんだけやってもさらに上のすごい世界が待ってるんだよね。街で一番うまい子が中学に行って、その中学で一番うまかったやつが高校で補欠になるぐらいうまいやつらが集まってて、でも甲子園にはそれ届かなくて、その甲子園のトップレベルの子たちが慣れたプロ野球の世界でもまだレギュラーになれないみたいなね。まあまたピアノや芸術系の世界っていうのもそういう終わりなき世界が続いている、成長すればするだけ壁が高かったことに気づくっていう感じだよね。物事を追求しようとすればするほどこのことを感じるっていう意味で、本当に今後のみんなの人生で一度は立ち止まってこの歌を思い出してほしいぐらい深くて素晴らしい俳句だと個人的には思います。はい、というわけで今回ね、5種類の俳句が俳句の可能性には載せられているんですが、それぞれでこんな俳句の楽しみ方があるんですよっていう例を宇田さんは挙げていらっしゃいます。つまり俳句って自由なんです。何でもありなんですが、今見たような5種類の歌のような楽しみ方で自分が作ってもいいし、見てもいい。そして解釈も自分で想像力豊かに、ある程度任されているので、どんどん触れてみることをお勧めします。というわけで今回ここまでで教科書は大丈夫なんですが、補足的に季語の説明をしたいと思います。はい、じゃあ最後に季語の考え方を説明したいと思います。まあ季語っていうのは結論決まっているので、これは春を表す季語、これは夏を表す季語と覚えてくださいと言いましたが、季節の有名なものっていうのは、そういうのを覚えてなくてもおそらくこれは夏のものだから季語夏だろうとか、これは秋によく見るものだから季語秋だろうって予想するだけでもある程度はいけるんですが、それで間違えちゃうパターンを喋りたいと思います。なぜかというと、そもそも季語っていうのは現在の暦、1月、2月、3月っていう暦ではなくて、旧暦をもとに考えられています。旧暦っていうのは、昔はカレンダーで、今の1月が昔の1月とは違ったんですね。で、その昔のカレンダーをもとに季語っていうのは決められているんですが、その時に、しかもその季節の区切りっていうのが、今は3月、4月、5月が春で、6、7、8が夏で、9、10、11が秋で、12、1、2が冬って感じの印象を持ってると思うんですが、ここ見てください。旧暦の時の1月から3月のことを春としているんです。そして4月から6月を夏、7から9が秋で、10から12が冬っていう、これが旧暦の世界で決められていたと思ってください。じゃあ昔の1月って今の何月なの、3月って何月なのって感じで、現在のカレンダーに直すとおよそこのようになります。はい、こんな感じになります。なんとなくここからプラス1したと思ってください。昔の1から3月は2から4月になります。まあそこまでは覚えなくていいんですが、つまり何が言いたいかって言ったら、5月、今の5月に見るようなものっていうのは実は季語夏になっちゃうんですね。だから今から季語の例をぶわーっと書いていきますが、その中で間違いやすいものに印を打ちたいと思います。
はい、こんな感じで、まあ、記号の例を挙げてみました。もちろんまだまだ無数にあるので詳しくは歳時記を調べてくださいっていうのは授業内でも言ったんですが、例えばね、この春の記号を見てください。春の季語っていうのは分かりやすいんですね。入学や卒業、桜や梅、もしくは夏がもうすぐやってくる前の季節は春だよね。だから夏近し、これはまだね、夏になっていないんだから春だとみなすことができます。問題はこっちなんですね。夏っていうのは旧暦の中では4月から6月までの間のことを、夏とみなしていたんです。つまり、まあ、今の感覚だったら5月ね、まあ、ここにも5月入ってんだけど、この5月っていうのは春じゃんって思うんだよね。ゴールデンウィークってまだまだ春じゃんって思うんだけど、この世界では5月っていうのはもうね、バリバリ夏扱いしてるんです。このサミダレだよね、サミダレ。もしくはこの5月、サツキっていうこの言葉を使ったサツキバレみたいな5月っていう漢字を当てているフレーズは季語を春にしないでください。バリバリこの辺の夏の時期を指している言葉なので、サニダレ、サツキバレなどなど5月を指す言葉は季語は夏だと判断してください。はい、次秋見ましょう。旧暦の中で7月から9月までの行事というものは、秋を表す季語になります。つまり何が言いたいかというと、まずは冬近しはまあ分かるから、で紅葉とか月見っていうのは秋のお団子のイメージがあるんで、これは大丈夫ですね。例えば墓参りって普通8月のお盆にするじゃんって思うかもしれませんが、今の8月夏っていう感覚で見ないでください。昔の7から9月の部分は秋扱いしてるんで墓参りは秋です。さらに間違いやすいのが七夕です。七夕はここです。はい、旧暦の7月に、七夕の行事をしていたと思ってください。そしたらこの7月っていうのはもう秋扱いされてるんです。だから季語は秋だとみなしてください。はい、最後冬ですね。ちょっとここは1月っていう風に訂正させてください。昔の10から12月のことを冬扱いしたんですが、今の暦でいうとだいたい11月から1月の部分を冬とみなしています。はい、そして、まあ、あくまでも行事はここ基準で考えるんですが、この間に起こることとして、まあ、これは分かりやすいですね。まあ、雪が降ったり、初霜だったり、まあ、行く年来る年の行く年だよね。こういう言葉だったり、しぐれ。もしくは、春が次の季節なので、春末って書いてあったら、これは、1個前の冬だって分かりますよね。だから、この辺の言葉っていうのは、すべて冬を表す季語だと思ってください。はい、というわけでこんな感じで、ちょっと季語の考え方っていうのは今の感覚でいける部分が大半なんですが、こんな感じの暦のね、ズレ、もしくは春や夏を解釈するズレによって、あれこれってっていう部分が何個か出てくるので、今回色を変えておきました。サニダレや七夕、もしくはこの墓参りもそうかもしれません。このような言葉を今の感覚で答えないようにしてください。まあ、ここで喋ったことっていうのは教科書の中では出てきてないので、まあ、実力テストや難しい高校受験するときの対策として、まあ、発展レベルで自分の中に入れておくことをお勧めします。はい、というわけで今回の講義は以上です。